はい、どうも、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい。えー、パナさんでございますね、パナさん。はい。えー、おケツが上がっちゃってますね。可愛いですね、パナさん。ねはい。ねおケツが上がっちゃってますよ。ねえ、パナさん。はい、上がっちゃってますね。おしっぽもピーンって立ってますね。可愛いですね、パナタン。ねえ、パナタンどうですか一声。 一声どうですかパナタン。一声言ってくれないんですかさっきにゃーんって言ってたでしょう。<laughs> ね泣いてはくれないんですかあら、しょうですかもういいみたいですね。<laughs> はいえー、皆さんどうもこんにちは。沖縄おばばでございます。 まあ、いろいろね、またあ、国内外のニュースが入ってきてるんですけど、まあ、いくつか気になる点を皆さんとシェアしたいと思います。まあね、いろんな方からコメントでね、えー、お米ですね、えー、まあ、早期米とかが出てるんだけどお、5キロで3000円っていうのが見たよっていうね、だいたい5キロで3000円ぐらいになってるみたいですね。 で、えー、まあ、地方によってはね、これ千葉の方なんですけど、まあ千葉はね、あのー、お米結構作ってるんで、えー、地元産のね、県産米がお安いと、2000円ちょっとでまだ買えますよ、みたいなご連絡もあったりしてます。はい。えー、本当ね、あのー、変な話ですけど、お米もね、まあ買えるうちですね。買えるうち。もう、私はもう備蓄はいいんで、はい。 えびちくいいんでね。あと食べた分だけ買え足せばいいだけなんでね。えー、まあ、あんまりお米のことは心配してないんですけど、まあ、最近気がついてしまった方、はい。最近気がついてしまった方は、まあ、あお早めにね、えー、買えるんだったら、まあ、買っといた方がよろしいかと思います。はい。えー、これね、あのー、昨日も言ったんですけど、昨日も言ったんですけどね、えー もし、もしね、スーパーなんかでお米がね、賞味期限切れで売れ残ってしまった場合、大体、いいあの、問屋さんに返されちゃうんですよ。返品されちゃうんですね。で、その返品先でどう処分するかっていうことなんですけど、まあ、今まではほとんど廃棄でした。廃棄。はい。だから、備蓄するなって言ってた連中ですね。えー、食べ物を廃棄しろって言ってるのと同じことだったんですよ。はい。え、でもまあ、今はね、 えー、お米がね、ちょっと不足してきたんで、えー、まあ、あいろいろとね、えー、回す先がありますよっていうことなんですね。で、あのー、加工用に回されるっていうことも、なんか、あコメントでいただいたんですけど、加工用のお米,お米って確かね、加工用のお米で別にあるんですよ。はい。加工用のお米はね、えー、二等米とかが使われます。はい。二等米。はい。一等米じゃなくてね。 えまあそういうことなんで、まあもしかしたら回されてるかもしれないんですけどね。この辺の事情は、まあ全くわかりません。はい。まあ問屋さんが決めているんですよ、そういうふうに。で、ちょっと前までお米がね、まだ安くって、えー、巷にありふれていた頃は、ほぼほぼ廃棄でした。はい。この頃私たちは、備蓄、備蓄って言ってたんですね。はい。なんで、えー、備蓄やめろ、やめろって言ってた連中は、 はい。お米を廃棄しろ廃棄しろって言ってるのと同じだということです。はい。えー、嫌な言い方ですけど、まあ現実はそういうことなんですよ、日本は。なんでね、まあ廃棄をね、少なくするために、まあ備蓄もいいんじゃないんでしょうかね。私はあ心からそう思います。はい。えー、もったいないですからね。せっかく農家さんが育ててくれたお米なんですから。はい。廃棄はもったいないですよ。はい。 今まで廃棄してたなんてね、聞いたら、やっぱりね、備蓄は正しいんだなって心から思います。はい。備蓄って言っちゃいけないのかなわからないですけど。はい、えー。そんな中入ってきたニュースなんですけど、えー、枝豆です枝めめ。枝豆がね、この暑さで、えー、これもね、あのー、本当に、本当にね、あのー、ちぼきょうの言ってる通りになっちゃってます。半分。 枝豆取れるの大体半分。半分はこの暑さでダメになってるそうです。えー、これね、ちぼきを書いてありましたからね、今年は収穫があいろんなもので半分ぐらいになってしまうよっていうことを書いてありましたからね、これ、あのー、皆さんも見てますよね。はい、見てますよね。 まあ、ご覧になってない方のために、ちょっとお見せしましょうか。はい、ちぼきでございます。これですね。これね、あの、暦なんですよ。暦。古代の中華の人たちが使ってた暦でえ、その年、その年の、まあ、収穫の傾向ですね。60年周期になってます。60年周期。 まあすごいですよね。向こうの方は。あのー、そういった、あのー、統計ずっと取ってるんですよ。これがまあすごいなーって思います。はい。統計取ってるんですよね。まあ本当に、あのー、嘘みたいな本当の話なんですけど、日本人がね、えこういうことは考えつきませんよね。あのー、統計取ろうなんてね。 えーな、何百年もね、その年がどうだったかなんてね、統計取ろうなんて日本人あんまり考えないですよね、こんなことね。でも、向こうの方はこれやってるんでね、まあ、ある意味ね、えー、さすが国が大きいだけあるなとは思ってます。これですね。これが今年です。今年どうなってるかというと、ここにね、まあ、四言、五言ゼックぐらいのね、えー、形で書いてあるんですけど、ここにね、 え、収穫のことが書いてあります。半分、半分からになると書いてあります。はい。えー、今年、辰年ですね。はい。えー、今年、これ60年周期で書いてあります。はい。わかりますよね。半分からになると書いてあります。え、なんで、半分ぐらいしか取れないんですよ。今年はね。はい。えー、まあ、その通りになってきちゃいました。はい。まさしくその通りでございます。 枝豆も収穫半分でございます。枝豆ね。ビールのおつまみに美味しいですよね。ちょっと茹でたのを塩かけてね。食べるとね。まあ美味しいんですよ。で、残ったものをね、なんかとこう、炒めてねえ。ご飯のおかずにしたりとかね。まあ美味しいんですよ。はい。えー、そういう枝豆なんですけど、どうも半分ぐらいしか取れないよということです。この厚さで。 ええー、まあね。ええー、なんていうか。この、この地獄郷のね、地獄郷のこの地球のバイオリズムというかね、よう、すごいなと思います、本当に。感心いたします、私。はい。私、本当に感心いたします。ええー、まあ、すごい知恵だなと思います、古代の人の。で、ちなみにこれはね、多分、普通の中国人に聞いても知ってる人ほとんどいません。はい。 何て言っても古文書ですからね。こあの古代中,中華の古文書でございますから、これ書かれたのが三国史の時代なんですよ。はい。三国史の時代なんで、今から何千年前 ?2500 年ぐらい前なんかかなり前なんですよねえ。すごいですよね。その頃にもう統計取って、 こういうふうに、えー、いわゆるね何、えー、て言うのかなこの年はこういう年になりますよっていう傾向をねつかんで、えー、こういうふうに記してたんですよね素晴らしいですよ本当にはい、えー、まあ,あそれはね置いといて、えー、まあそういうことで枝豆も今年は半分ぐらいしか取れませんこの暑さではい ええー、まあね、ええー、そんなこんななんでね、ええー、もう皆さん、あのー、いろいろとね、やっぱ準備しといた方がいいです。あの、高くなります。こめちゃくちゃ。はい、秋以降。ええー、なぜなら簡単な話で取れないから。はい。取れないから、ああ、高くなります。なんでね、まあ、新鮮なお野菜とか、まあね、えー、卵とか、そういう、あの、生鮮食料品はね、どうしても、あの、買わないといけませんよね。 えー、新鮮なものをね。ただし、それ以外のものって、ある意味、乾物とかね。乾物とか、穀類とか、小麦粉とかね。何、えー、て言うのかな。備蓄できるじゃないですか。麺類とかね。はい。備蓄できちゃうんですよ。なんでね、えー、こういうものをね、えー、先にこう準備しておけば、 あそれ以外のおかず系のね、えー、だけお金を使う。はい、えー。そういうふうに、まあ、準備できるんですよね。えー、まあ、理想としてはね、あのー、なんていうのかな。あ私もね、ベランダでいろいろ栽培してます。この暑さですけど、育ってます、一応。はい。一応ね、えー、まあ、日陰で育ててはいるんですけど、えー、小松菜とかネギとかあ、バンバン育ってますんで、 う立っちゃってます、小松菜。は <laughs> い、えー。なんでね、えー、変な話なんですけどお、このね、暑さでも育ってます、とりあえず。 えなんでね、皆さん、あの、ベランダやらね、お庭がある人だったら、まあいいですよ、一番いいですよね、お庭がある人。庭で、まあいろいろ野菜とかね、えそういった果物とか、あまあ育ててみてください、えー。うちのベランダでも一応果物を育ててます。はい、えー。この前収穫して1個食べました。はい。パッションフルーツ育ててます。るかなんでね。 あの、グリーンカーテンにもなりますしね。えー、まあ何回か言いましたけど、葉っぱですね。これの葉っぱは、まあ,あ、眠れない時にね、まあ、いわゆるお湯を注いで飲むと、あら不思議。もう、多分5分か10分くらいすると眠くなるんですよ。<laughs> はい、えー。まあ、眠れないということはないんでね、使ったことはあんまりないんですけど、一回友達に言われて試しに飲んだら、本当に眠くなりました。はい。えー、なんで、えー、こういったものをね、 えー、まあ,あ、育てるということもいいですよね。移植同源じゃないですけど。はい。まあ、ハーブティーにもなるし、ということで。はい。えー、まあ、本当に工夫が我々必要になってきます。はい、えー。今の日本のね、この状態ですね。で、そんな中、そんな中ね、ちょっと、あのー、食べ物とは関係ないんですけど、はい。 えー、話が急に飛んでしまいますけど、えー、なんかね、あの、なんて言うのかな。本当にクルクルな人が増えてます。若い人から年寄りまでクルクルな人が増えております。気をつけましょう。なんか、あ博多の方で、あの、若い男の子があ、なんかやっちゃったみたいですね。歯のもので。 歯のもので、なんかやっちゃったみたいです。はい。まあ、のリマみたいなやつですね。とのリマみたいな事件が起きちゃったみたいです。えー、ほんとね、気をつけないといけません。これ、年よりもそういう人い、まあ、ね、いますよね。なんか、連続のね、連続の方のかーとかね、えー、ちょっとね、近所の人に言われたからって言ってね、なんか、 逆恨みしてね、その近所の人をね、五六してしまったとかね、なんか、ほんとおかしな、くるくるな人とは、人間の知性とか理性とかを、かなぐり捨ててしまった見かけだけの人が増えてます。はい。知性、理性は、人の特徴でございます。 そうした知性や理性。動物も持ち合わせてますけど、人間が一番持ち合わせて叱るべきなのがこの二つでございます。はい。わかりますよね。知性と理性でございます。この二つを金繰り捨ててしまっている人が激増してるんですね。はい。激増してます。だからこの社会がおかしくなってるんですよ。 頭がくるくるになっちゃってるんですね、えー。もう欲望のままにしか行動できない人が増えている。はい。えー、なぜなのか、なんとなくわかりますけど、おわかりますよね。まあ、ここら辺はね、まあ、例のね、あれもね、なんか脳にかなり影響があるみたいなんで、えー、あれなんですけどね。まあ、まあ、昔からのね、この日本の戦後のこの、なんていうのかな、 悪い風潮っていうのもまあ関係はしてますよ。戦後の悪い風潮。はい。唯物論的なね。えー、今だけ金だけ自分だけでいいんだ、みたいなね。そういった風潮も、もちろん、あの、かなりね、影響はしていると思います。はい。やっぱりね、価値観はね、あの、昔の人の方が正しいと思いますよ。そういうことでございます。 まあ本当に気をつけてくださいね。もう本当いつ何がどこであるか分かんないんですね。この世の中。はい。駅歩いてたら男の子にね、えー、まあね、歯のものでなんかされちゃったなんてね、まあとんでもないですよ、本当に。おかしな時代になってます。えー、まあこれはね、えー、年寄りからあそういった青少年に至るまで。 さすがにね、えー、小学生の子供がこういうことをするって聞いたことはないですけど、はい。まあ本当気をつけないと我々そういう時代に生きてるんだということを、まあ、認識しましょう。はい。認識しましょうね。はい獣の時代でございます。はい。人間というのはあ何回も言いますけど、えー、一番必要なのは人間にとってね、 人間、たらしめているものは、知性と理性でございます。この二つが、あなくなったら、もはやそれは人間ではないかもしれませんね。はい。そういうことでございます。えー、動物にもね、感情はありますし、感情ではありません。はい。人間がね、持っているものっていうのは、知性と理性でございます。えー、このことをよくね、えー、皆さん、 えーまあ、覚えてておいいください今の時代がどんなにおかしなこと,なことになってるかこれをまあ再認識しないと、えー、まあいろいろ気をつけるにしてもね、えー、抜けちゃうんではいよろしくお願いいたします。 それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでした。とりあえずこちらね、二つ、あの、記事は貼れませんけど、両方とも Yahoo さんで検索できますんで、検索してみてください。枝豆高いですね。高くなりますね。それではまたごきげんよう沖縄おばばでした。ねどうですか、パナタン。ねパナパナタン。あら、あらね、ね